高根降臨化は、菊科丘顔車属に分類される多年層の一種。気温属に分類されることもある。学名の種庄庙は、植物学者の武田久義への懸命。茎は単一で直立し、高さ15から40センチメートルで、全体に雲毛がある。根庄葉と株の形容は、細胞が密生し、長さ5から12センチメートル。 1> 幅1.5から3センチメートルの卵状ヘラカた形で、基部は茎を抱き、縁には浅い巨子がある。根性用には長枝がある。頭花は直径2から2 5センチメートルで数個が三房状につく。双方は長さ0.7から1センチメートルの筒形で、黒子色、黒っぽい点が光源に生育する光輪化に似ているが、 光輪下の絶状花は長く反り返る。絶状花は、投稿色で7から8個で、短く完全には開かない。筒状花は、大ダイダイ赤色、長さ4ミリメートル、幅2ミリメートル。夏季は7月下旬マイナス8月。痩せ花は、有毛、円柱型で、長さ4ミリメートル、寒毛は6から7ミリメートル。染色体数は 2N イコール48。 乾いた草地に生育する。高根降臨化日本の固有種。本州の中部地方に分布する。基準標本は八ヶ岳のもの。阿光山帯上部から鉱山帯にかけての乾いた草地や歴地に生育する。しばしば阿光山帯の石灰岩地にも生育する。ヶ中の宮瀬高木目の幼虫が植草としている。日本では環境省により、 レッドリストの純絶滅器具の指定を受けている。純絶滅器具また以下の都道府県での指定を受けている。上信越高原国立公園、中部山岳国立公園などで保護対象となる指定植物。ありがとうございます。